コーナーキックです。まあ、柳の高さもありますから。スローインでした。瀬川のクロス中上げましたね。まあ、このマイナスじゃないクロスだったんだね、ここで、はい。まあ、キーパーに向かうようなクロスを上げるとナチュラルにカーブしてこういう風に合いますから、はい、初の複数得点来ました。そして交代してやったり。さあ、まず初めに試合振り返っていただけますか。はい、相手が一人少なくなった状況で、まあ、得点を狙いにいっている、まあ、状況だったんですけど、なかなか点が入らない中で、まあ、僕が、入るときに、まあ、自分でゴールを決めてやろうという意識のもと、まあ、プレーして結果的に点を取れたので、すごい嬉しいです。はい、プロ初ゴールおめでとうございます。はい、ありがとうございます。プロ初ゴールの感想もお願いします。すごい嬉しいですね。やっぱりあの得点決めた瞬間にあのサポーターの皆さんが喜んでる声が聞こえて、本当にあの勝利に貢献できて嬉しいです。はい、また今週末ホームで愛媛戦になります。意気込みをお願いします。はい、まあ、次も、勝たないと、意味がないと思っているので、ぜひとも、皆さんも応援にいらしてください。よろしくお願いします。